元嫁の浮気に気づいたのは俺が27歳の時だった。同い年の元嫁と結婚して4年目のことだ。30歳くらいまでは2人だけの生活を楽しみたいというので子供はいなかった。というよりこの時にはもうほとんどレスと言ってよかった。ある日元嫁の入浴中に彼女のスマホに着信が入った。着信通知には係長と表示されている。なかなか切れないので急用かと思い元嫁に知らせた。すると代わりに取ってとの返事。俺は面倒だと思いながらも電話に出た。だが相手の第一声は思いがけないものだった。あ、嫁ちゃん？俺。やけに馴れ馴れしい男の声だった。俺は一応すみません、嫁は入浴中ですので後ほど折り返しご連絡をさせますと告げた。電話の男は、あ、すいませんと言って電話を切った。今の男は誰だ？会社の上司というにはあまりにもチャラチャラしすぎている。風呂から上がった元嫁もスマホを見るなり明らかに動揺した顔をしていた。今にして思えばその顔が俺に離婚を決意させたきっかけだったと思う。元嫁が恐る恐る、なんて言ってたと聞くので、俺は何も、折り返させるって言ったから電話したらと返した。だが元嫁はその場で折り返しの電話をすることはなかった。俺は元嫁が何か隠し事をしていると確信した。翌日俺は更新所に行き元嫁の調査を依頼した。それから2ヶ月経って調査の結果が出た。元嫁の浮気が確定したのだ。それを裏付ける証拠も大量に抑えられていた。俺の知らない男とホテルに入っていく元嫁を写した写真もあった。ボイスレコーダーには別の日に喫茶店で押さえたという元嫁と真男の会話も録音されていた。元嫁は、旦那がマジつまんない、さっさと離婚したい。それに対し真男は、じゃあさ俺と結婚しよっかなどと言っている。元嫁も乗り気といった様子だった。元嫁の行動にも変化があった。いつからだったかよく覚えていないが、元嫁は帰宅後必ず歯を磨くようになっていた。多分真男と会っていた証拠を隠滅するためだろう。2ヶ月後俺はついに行動に出た。その日俺は遅出だからと言って元嫁を見送った。その後すぐに更新所の書類と俺の荷物をまとめ、事前に依頼していた通りにマンションの鍵を交換、荷物は業者に頼んで運び出した。そして郵便受けに書類のコピーと手紙を入れた。新しいマンションに移った後、手紙に書かれている内容の準備ができたら連絡するようにと元嫁にメールした。手紙の内容は、真男と元嫁が揃って俺に会う、婚姻届と離婚届、ハンコを持ってくる、以後真男とのやり取りはすべてメールにし、またそれを一切消去しないということを要求するものだった。夜になると元嫁から鬼のようにメールが来た。謝罪か逆切れメールばかりで、とにかく鬱陶しく、まだ仕事中だったこともあって途中からスマホの電源を切ってしまった。それが効いたのか、準備ができました、会ってくださいと書かれたメールが意外なほど早く来た。それを見た俺は元嫁に電話した。
元嫁は何か言おうとしたが、俺はそれを遮り、二度は言わない。一週間後の朝、マンションに二人で来い。手紙の条件が揃ってなければ、今後一切連絡を取らない。と一方的に告げて電話を切り、すぐさま着信拒否にした。面会当日の朝、マンション前には元嫁とスーツ姿の男がいた。二人は俺の姿を見ると頭を下げたが、俺はそれを無視するとエレベーターに乗った。元嫁と真男も一緒に乗ろうとしたが、俺は先に鍵を開けますから後で来てくださいと告げて先に上がった。俺は元嫁とも真男ともできるだけ同じ空間を共有したくなかったのだ。後を追ってきた二人は部屋に上がると俺の前で正座した。俺は早速本題を切り出した。持ってきたものを出して、元嫁はちょっと待って、話を聞いてと言ってきたが、俺はそんな約束はしていない、早く出してと言い放った。真男も本当にすいませんでした、話だけでも聞いてあげてくれませんかなどと口を挟んできたが、俺は今あなたにお話しすることは何もありませんと冷たく言った。元嫁はなおもお願い聞いて、違うのなどと言っていたが、俺はもう聞く耳を持たなかった。俺は今までのメールと同じ内容なら聞くだけ時間の無駄だし、今さら何を言われたところで嘘にしか聞こえない、早くこれにサインして話を前に進めたいと元嫁に書類へのサインを迫った。元嫁はためらいながらもペンを手に取り書類にサインした。次に俺は真男にその書類を突き出し、どっかの誰かさん、あなたもこれに名前を書いてくださいと言った。真男はすいません、そんなつもりないんですと言ってきたが、会社への報告もちらつかせ、あくまでサインを迫った。真男も折れたのか、ついには書類にサインした。二人に書かせた書類は婚姻届だった。俺は保証人はお任せしますと言って婚姻届を真男に押し付けた。真男はそんなつもりじゃなかったんですとまた同じことを繰り返すので、ボイスレコーダーを取り出してある録音を聞かせてやった。じゃあさ、俺と結婚しようかと真男の声が再生される。更新所の調査員が押さえてくれた例の二人の会話だ。俺がお望み通りじゃないですかと言うと、真男は押し黙ってしまった。そこに元嫁が口を出してきたので、俺も準備しておいた餌を出すことにした。俺も譲歩はちゃんと考えてる、慰謝料はいらないし、俺の名義を変えたっていい、ローンの支払いはしてもらうことになるだろうけど。すると真男は目の色を変えて、ここ本当にもらえるんすかなどと聞いてきた。俺がそれを無視して、結婚するまでは嫁名義にしないと面倒かもしれないと説明している間も、早速結婚後のマンション生活を思い描いているのか、真男は興奮しきりといった様子だった。このバカは自分の置かれている状況が理解できないのか。俺は怒りや軽蔑を通り越して呆れてしまったが、浮かれている真男に俺はこう釘を刺してやった。勘違いしないでね、今のはあくまで嫁に対する情報であって、あなたは別、きっちり慰謝料を請求しますよ。すると真男は打って変わって怒り気味となり、騙されたと騒いだが、俺はそれもスルーして300万円の請求額を機械的に告げた。真男はそんな額払えるわけねえだろ、ぼったくりじゃないかなどとさえずる。俺が他人の家庭をぶち壊しておいてぼった
ったくりも何もないでしょう。ご不満ならお互い弁護士雇って裁判しようじゃないですか。俺は別に構いませんよ。あなたの会社にもご報告しないといけなくなるでしょうけど。と言い放つと、真男は黙った。俺は、それでは慰謝料の支払いは一括でお願いしますね。と続けた。正直、あなたとは関わりたくもないんですよ。そんな人間からの支払いをどうして律儀に待っていないといけないんですか。一括で払ってください。真男は切れ気味に、なら請求しなければいいだろうがと吠えた。しかし俺が、不倫なんてしといてよくそんなことが言いますね。ぶっちゃけ金なんていらないんですよ。責任の取り方は他にもあるでしょ。と言うと、真男は静かになった。結局どうしたいんですか？と俺が追い打ちをかけると、元嫁が驚くべきことを口走った。私が払う。そして、今みたいにネチネチ人を責め立てるあなたが嫌い。私はこの人と幸せになる。今までありがとう。浮気なんてしてしまってごめんなさい。と続けた。正直、元嫁の反応は完全に予想外だった。しかし、慰謝料などいらないというのは本当だったし、何より話が早く進むと思えばむしろ好都合だった。話はそれでまとまり、ほどなくして離婚届を提出した。一応両親には事の顛末を報告した。お袋は何も言わなかったが、親父は激怒していた。なぜけじめをつけないんだと怒鳴られもしたが、最後には、お前の人生のことだ、好きにしろと言ってくれた。それから1年後、元嫁からメールが届いた。内容を見るに、元嫁は真男と再婚したとのことだった。二人の間にできたと思しき子供と三人で写っている写真までわざわざ添付されていた。これこそが俺が待ちに待った知らせだった。その翌日、俺は更新所から受け取っていたある書類の写真を添付し、いつまでもお幸せにというメッセージとともに元嫁に送りつけた。もちろん皮肉だ。その書類とは、真男の浮気を示す証拠だ。実は元嫁と別れた時、俺は更新所から真男に関する調査結果も密かに受け取っていたのだ。その結果は真っ黒。俺たちの離婚時には真男はすでに二股をかけていたらしい。真男はさらにもう一人、別の女性とも付き合っていた。俺が元嫁と真男に婚姻届を書かせたのは、何も二人に責任を取らせるためではない。元嫁がこんな爆弾を抱えた男と結婚すれば、さぞ大変なことになるだろうと考え、そうなるように仕向けたのだ。いわば俺の復讐だ。もちろん余計な調査費もかかったし、真男が元嫁とちゃんと結婚する保証などなかったから完全に賭けだったが、二人はまんまと俺の思惑通りに動いてくれたというわけだ。真男の浮気の証拠をメールした後、元嫁から大量のメールが届いている。連絡しろ、協力しろ、話し合いしろなどと、一方的に自分勝手な内容ばかりだ。向こうは大混乱だろう。でも俺にはもう関係ない。しばらく楽しんだ後、メールアドレスを変えるつもりだ。その後はどうなろうと知ったことか。